おお、すげえ。すげえすげえ。そうすると、まあ、セグウェイじゃん。すげえじゃん。その狭い範囲で、自分が好きな、自由な動きができるんですね。やっぱそのセグウェイも、まあ、そういう特徴があるんで、アメリカのショッピングモールとかで使われていたりするんですよ。ですね。その代わり、このセンサーってやっぱ光の反射なんで、やっぱ色によって反射の量が違うんですよ。やっぱ白い部分の反射量と黒い部分の反射量が違うんで、同じ色の平面の。たまに役立つ。やめやめ。これ PSD にしたらもっと全然楽なの。いやでもこれどうもすみません、ありがとうございます。極めて低いと PSD で今あるシャープだと10センチなんだ。相当正確さ出てるから。